えーと今回はですね、あの、まあのま題名の通りですね、あの、まあのま今後ですね、まああのますますちょっとですね、自分の動画はあの非常にまあ面白くなくなっていきますので、まあ、できましたらですね、あのもう登録の方ですねあの解除していただければなと思っています。あと、まあ,あの 見ていただく方もですね、まああの、貴重な時間をですね、まあ奪うことになりますので、まあ自分のところはですね、あの、もう飛ばしていただければなと思ってます。で、おそらく、まあ自分の方もですね、あの、まあわずか数名の方だけにちょっと動画を上げてもらうような形なんで、 YouTube というまあその公の場でやっている関係でまあ誰でも見れるわけなんですけどもまあできましたらですねあのどうせまああの大きな苦難は来ないと思っているでしょうしイナゴの技もないと思っていると思いますのでまあそういう方はですねあのできましたらあの他の方に行っていただけるとですね非常にありがたいですね。別にあの見てももも多分得するものは何もないんで ああのまあ、メッセンジャーとしてはですねまあ淡々と挙げるんですけども回答がもう出てるんであの5つのことをやっていただくだけなんでまあその5つのことを別にやる気もないしまあそういったベースが何もないっていう方はまあ自分のところはですねあのもう何も得るものがないと思いますのでもう見ていただかなくて結構なんでまあ登録も解除していただいてでもう主張もされない方がいいと思いますねまあそう言って言っておきます。あと まあコメントに関しては、まあ、来ていただいた、まあ、コメント入れていただいた場合は返信しますけども、まあ、ちょっとはね、あのまあ、非常にですね、まあ、こんなことはしたくないんですけどもあの、明らかにですね、おかしなコメントを入れてですね、まあ、ちょっと他の視聴者様の方にちょっとご迷惑かけるといけませんので、それに対しては、まあ、今後はちょっと削除させていただきます。えーまあ そういうことなので、まあ、つまりですね、もう見ていただく、もう皆さんですね、もう見ていただかなくて結構なんで、あの、こちらの方はですね、あの、非常にですね、そういうことなんで、あの、よろしくお願いします。あの、とっととですね、あの解除してください。登録はもうとっとと解除してですね、あの、もう別に見なくてもいいです。あの、メッセンジャーとしては5つのことやっていただきたい。これだけです。 あのもうこれだけです。まあ、どうせその5つのことも別にやる気はないということでしたらもう何もあのお伝えすることはないんであの解除していただけたらと思います。まあ、今日は以上ですありがとうございました